STU48 のありありありよ。こんにちは、藤本京子です。先月からスタートした STU48 のありありありよ。私、藤本京子と STU48 メンバーが土曜のお昼をちょっと楽しくするトークプログラム。アリオ倉敷2階フードコートにあるサテライトスタジオ FM 岡山アリオ768での収録でお届けします。今週からの新しいメンバーです。はい、 STU48 の笑顔ジレスといえばヤブスター。ふぅ、ありがとうございます。はい、 STU48 20歳のヤブスタ風です。お願いします。はい、 STU48 の京都葵です。瀬戸内の空は青い、海は青い、京都青い、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お二人キャッチフレーズバッチリ。はい、教えといてくれたら私もとか青いとかやったのに。じゃあ来週から。はい、ね、しっかりキャッチフレーズを言ってくれました。よろしくお願いします。さて、 STU48 メンバーにキャッチフレーズがあるように、うん、この番組にも実はキャッチフレーズがあるんですね。はい、ではお二人も一緒にお願いします。はい、楽しいことあり、美味しいものあり、聞けば嬉しいこと絶対あり、土曜11時40分は STU48 のありありありよ。 STU48 のありありありよということでね、決まりましたね。はい、決まりました。バッチリじゃないですか、早くも。はい、メンバーにもありちゃんっていう子がいるんですけど、そのキャッチフレーズに似てます。あ、本当に。うん、じゃあありちゃんのキャッチフレーズ、このキャッチフレーズに変えてもらってしっかり番組も PR してもらえたら嬉しいです。うん、そんな3人で今週からお届けしていきます。 STU48 のありありありよ。今週も11時55分まで私たち3人にお付き合いください。倉敷駅北口直結、およそ100店舗の専門店からなるショッピングセンター、アリオ倉敷の2階フードコートにあるサテライトスタジオ FM 岡山アリオ768でおしゃべりしています。先月からスタートした STU48 のありありありよ。ランチ前の15分、私たちにお付き合いください。 STU48 のメンバー、今週から変わってこのお二人です。はい、ヤブスタ風です。京都葵です。そして DJ 藤本京子の3人でお届けします。お願いします。お願いします。ふーちゃんと葵ちゃんのお二人は同級生コンビなんですね。そうですね、20歳ですね。20歳、若っ。はい、いやー、全然一回り以上したえなんだけど。本当ですか。うん、タツとかでしょ。タツ、タツ年ですね。タツでしょ。ヘビーです。タツヘビー、あ、タツか、早生まれで同級生なんだよね。はい、私その、だから13上のウサギだから。そっか、あ、20代かと思ってました。ほんと、全然いけます、全然。全然いける。いけます、いけます。よしよしよし。早速すごいテンション上がってきちゃった。では、そんな嬉しいことを言ってくれるお二人に迫っていきたいと思います。一周目はこの企画。口元がいじります。アイドルのメンバープロフィール。番組に遊びに来てくれたメンバーがどんなキャラクターなのか、 STU48 のオフィシャルサイトに載っているプロフィールで、私藤本が気になったポイントを直撃しちゃいます。まずは藪下風ちゃん。はい、何でしょう。カエルと書いてね、風ちゃん。そうなんですよ、カエルと書きます。ねえ、カエルちゃんって呼ばれちゃうよね。いや、なんかもともとカエルっていう名前で生きてて、生まれた時はカエルだったんですけど、あの、小学校4年生ぐらいで市役所に買いに行ったんですよ、風に。あ、そうなんだ。なんで、だから、カエルでも間違いではないというか。へぇー。じゃあ、最初のこう、出生届は、出生はカエルですね。あ、そうなんだ。だから、風、芸名なんじゃないかみたいな言われるんですけど、全然風で本名ですね、今は。今は風です。へぇー、そうなんだ。そんな風ちゃんの、はい、特技が私は気になったんですけど、アイスを食べるのが早い。そうなんですよ。初めて知った。え、本当に？葵ちゃん知らなかった？はい。あら。アイス食べるのめっちゃ早くて。どれくらい早いの？いやー、なんかでも本当にみんながまだ半分とか行ってないのに、うんうんうん、カップのやつだと、もう私全部食べ終わっちゃってるみたいな。なんか溶けるのがすごい嫌で、それを見るのも嫌で。
まあ確かにみんなにもせかしちゃう。とね、ちょっと汚くなるのはあるけど。でも、結構スプーンがさ、入るの難しかったりとかしない？硬かったりさ。そうなんで、なんか、スプーンであるの知ってますか？硬、うんうん、いやつが食べれる、うん。あれとかも3本ぐらいあって家に。そうなんだ。他の方からいただいたものとかに、名前入りのとかいただいて。熱が伝わってね、アイスが早く食べられるんだよね。はい。じゃそれを使って早く食べてるんだ。そうです。へぇ。歯に染みたりしない？私とかさ、これ年だから、知覚過敏とかさ、すごい痛いんだけど。じゃあ、私も13年後はそうかもしれない。まだ大丈夫。まだ大丈夫。染みずにもうバーって食べちゃう。食べちゃいますね。好きな味は？好きな味は、うん、でもチョコミントとかピスタチオとか、なんか好きですね。ピスタチオね。最近ちょっと流行ってるじゃないですか。うん、流行ってる。すごい嬉しくて、だから、コンビニとかでも手軽に買えるし。そうだよね。めっちゃ嬉しいです。もう今の季節はね、もう夏だから特にアイスの季節だよね。はい、もういっぱい食べたいと思います。そうだね。いっぱい食べてください。はい、いっぱい食べます。はい。一方の葵ちゃん。はい。特技が、いろんな楽器を演奏すること、うん。そうなんですよ。どういうこと？いっぱい弾けるってこと？小学生の時にトランペットをしてて、で、5歳からピアノを始めてて、吹奏楽部に入ってて、クラリネット。を演奏してて、あとはギターとベースとか。すごい！そんなに弾けるの？天才ですよね。ねえ。そんないっぱいできる人聞いたことない。え、本当ですか？うん、もう特技だなと思います。うんうん、特技、それは絶対特技。ちゃんとした、ね、特技。嬉しいです。あと打楽器も手に入れたらもう。なんかドラムを一回やってみたんですけど、本当に下手すぎて。ドラムだけはちょっとできないんじゃないかなって思ってます。そんな楽器弾けるって器用だね。すごい器用ですね。生かしていけたらいいなって。いや、絶対音楽業界にいたら絶対生きるよね、それはね。貴重な存在って感じ。ねえ、それから趣味が部屋の模様替えって。そうなんですよ。月に3回ぐらい、もう、部屋を変えるの？そのベッドの位置とか。私、一回も変えたことないベッドの位置、カーテン変えたりとかではなく、位置？はい、位置を変えて、なんか、大掃除とかしなくていいんですよ。年末に。確かに、確かに。もう私とかだってベッド同じ位置にも5年ぐらいあるからもう。やばいですよ。やばいよもう。ベッドの下がちょっと。ベッドの下やばいよね。見れないですよね。もう見ない見ない。怖い。見ないのが一番だからね。確かに。そうそうそう。それはそう。見ないっていうのが一番。確かに。部屋の模様替えか。はい。いいですね。これ、やっとくと、確かに、掃除のね、手間も、ちょこちょこ省けるしね。そうですね。いいかもすっきり。うん。あ、そうだね。うん、さあ、ふーちゃん、あおいちゃん、二、はい、人のプロフィールをいじっちゃいました。うん、はい、淵本がいじります。アイドルのメンバープロフィールのコーナーでした。アリオ倉敷2階フードコートにあるサテライトスタジオ FM 岡山アリオ768でおしゃべりしています。先月からスタートした STU48 のアリアリアリオ。STU48 の藪下風さん、兵藤葵さん、そして淵本京子でお届けしています。ここからはアリオ倉敷のショップ情報をお届けします。今週紹介するお店はアリオ倉敷2階にあるニトリです。スタジオにはニトリアリオ倉敷店店長の石井光平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先月4日にオープンしたニトリ、豊富な品揃えですよね。うん、どんな商品を扱っていらっしゃいますか？おすすめの今の商品は、ニトリのレースカーテンエコナチュレシリーズになります。うん、屋外から視線をカットするのに、お部屋が暗くなりにくいレースカーテンです。目隠しのためにレースカーテンをするとお部屋が暗くなり、お部屋を明るくするためにレースカーテンをしないと、外の視線が気になるとお客様の声をもとに開発しました。うん、最高率は一般的なレースの2倍もあり、紫外線も 80% カットしてくれます。遮熱性も兼ね備えた冷暖房効率もアップできるので、一年中お部屋で快適に過ごすことができる。こちらもこれからの夏におすすめの商品です。規制サイズ他、サイズオーダーもできます。はい、ありがとうございます。こちらレースカーテン、とてもね、可愛らしいですし、夏にぴったりのデザインですよね。うん、
紫外線もおよそ 80% カットということで。嬉しい。ね、今部屋の中でも日焼けとかするじゃないですか。うん、あ、確かに。女性の方塗ったりしますよね。ね、部屋の中でもね、日焼け止め塗る方多いから、うん、その中で紫外線 80% もカットっていうのは嬉しいですよね。うん、確かに。それからね、冷暖房効率も上がるんですね、石井さん。そうですね。うん、夏場は涼しくお使いいただけますし、冬は暖かくなりますんで。うん、はい。買えなくていい。ね、そうそう。だから節約、節電にもね、なりますしね。とてもいいですね。そして今日はもう一つおすすめ商品をお持ちいただいたんですね。もう一点が毎年大好評いただいているニトリの N クールシリーズの敷きパッドになります。こちらですね、N クール、N クールスーパー、N クールダブルスーパーからなる3段階の冷たさを基本として、商品ごとに適した冷たさと肌触りを追求しています。また、寝具やラグ、クッションをはじめ、お子様向けの可愛いアイテムやペットベッドなど豊富にラインナップ、リビングや寝室など様々なシーンで楽しく快適にご使用いただけます。中でもこれからの時期おすすめなのが、N クールダブルスーパーです。N クールシリーズの中で一番冷たく、TCM マイクロカプセル入りの冷感持続シートが入っているので、冷たさもより長持ちします。シングルサイズのスパッドで3,990円。ぜひ店頭で冷たさを体感してください。ねえ、3,990円ですが、今日はスタジオにお持ちいただいてます。お二人触ってみてどうですか？めっちゃ冷たい。冷たい。おー、冷感。うん。絶対夏の夜いる。いる？いるやつ？いるなと思います、これ。あー、お値段以上ですね。ありがとうございます。あー、よく見るやつだ。いいな、これ。欲しい。いいな。欲しいな、これ。葵ちゃんね、はい、お部屋の模様替え好きということで、はい、ベッドの位置移動したついでに。あ、ついでにちょっとお買い物して、確かに。気持ちよく寝れると思います、うん。そうですね。夏の夜には必須アイテムかもしれませんね。うん、今日は、ニトリ有尾倉敷店店長の石井康平さんにお話を伺いました。石井さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ニトリは有尾倉敷2階にあります。詳しくは、有尾倉敷のホームページをチェックしてください。STU48 のありありありお。お別れの時間が来てしまいました。初登場のお二人、いかがでしたか？はい、私、久々に岡山来たんですけど、めちゃくちゃ楽しかったし、今日もずっといい商品が知れたので、うん、頑張って夏を乗り切ろうかなと思います。そうですね。はい。葵ちゃんは？はい、やっぱり、夏とかって、クーラーつけっぱなしで寝たら風とか引いちゃうので、ひんやり敷きパッドをゲットして、夏を快適に過ごしたいなって思います。そうですね。はい、今週の放送はラジコのタイムフリーで来週まで聞くことができますよ。そして番組のインスタもやっています。収録の様子も続々アップしてますのでチェックしてくださいね。ツイッター、インスタともにハッシュタグありあり STU でつぶやいてください。来週も私たち3人でお届けします。ここまでのナビゲートは STU48 兵藤葵と藤田風斗口元京子でした。バイバーイ。